兵士にとって食事は極めて重要で、彼らの唯一の楽しみと言っても過言ではない。大勢の兵士を抱える軍が制定している食料は、レーションの名で知られ、近年では、ミリ飯と呼ばれているが、実際にそれを手にしたり、口にすることは一般人には難しい。今日も世界のどこかで食べられているレーションがどんなものなのか、そしてレーションの知られざる歴史をアメリカ軍を中心に、多くの写真とともに解説します。ミリ飯の基礎知識。レーションには核がある。アメリカ軍は第二次世界大戦が始まる1941年の時点で、レーションを A 内容、野戦用、蛍光用の3つのカテゴリーに分けており、 A 内容は A レーション、野戦用は B レーション、蛍光用は C レーションと、それぞれにアルファベットが振られている。 A レーション、これらのレーションで最も格が高いのは、もちろん A レーションで、新鮮な食材をふんだんに用いて、基地に併設された厨房で調理される。A レーションは一般人がイメージするミリ飯とはだいぶかけ離れており、学校や会社にある食堂、あるいはラウンジでの食事とほとんど変わらない。B レーション。これが野戦用の B レーションとなると、食材の保存性が何よりも優先されるために、メニューの幅が狭くなり、味も少し落ちる。ただ多くの場合、A レーションと同じく、牛乳や卵、そしてパンが用意されているので、戦地の食事としては十分に満足できるレベルではある。C レーション。いわゆる、ミリ飯のイメージを定着させたのは、蛍光用の C レーションで、これは B レーションが届けられないほど危険な場所、あるいはお口での任務で食べることを想定しており、通常は兵士一人一人があらかじめフィールドパックやリュックサックなどに入れて持ち運ぶ。このような用法のため、C レーションはほとんどが缶詰式となっており、A レーションや B レーションで食べることができた卵は乾燥卵となり、飲み物も粉末を水かお湯で戻すスタイルとなった。自分で調理しなければならない上に、味と鮮度が劣る C レーションは、戦地の兵士にとって食べたい食料とは程遠く、最後まで食べきらずにカロリー不足となる兵士が続出してしまった。ちなみに C レーションは、メニューにかかわらず1日分、つまり3食メニューで3700キロカロリーあり、量に対してのカロリーが非常に高いために胸焼けを起こしてしまう兵士も多かった。アサルトレーション。強襲の言葉通り、敵前上陸などの強襲作戦に臨む部隊用として開発されたレーション。作戦の性質上、部隊には機動性が重視されるため、一般的な C レーションよりも缶詰の割合が少なく、キャンディーやチョコレートバー、乾燥チーズなど、軽量でコンパクトなものが主体となっている。このレーションは、破損防止のためにドラム缶に入れて輸送された。マウンテンレーション。山岳地帯での活動を想定したレーションで、アサルトレーションと同様にチョコレートバーや乾燥チーズが主体となっているが、ドラム缶ではなくカートンケースに入れられている。ジャングルレーション。基本的な構成はアサルトレーション、マウンテンレーションと同じ。熱帯の気候でも傷まないようにカートンケースが特殊なファイバーで作られていた。ホスピタルレーション。調理する環境にない野戦病院などで使用することを想定したレーション。一般的な C レーションと同じく缶詰式で、衰弱した傷病兵でも食べやすいようにスープを中心としたメニューとなっている。 D レーション。 D レーションは非常時の即席糧食として開発されたレーションで、一言で言えば軍用チョコレートバーである。戦闘服のポケットに入れて携行する場合に備えて、高温でも溶けにくくなっており、1本で1800キロカロリーの熱量がある。 D レーションは非常時でない場合におやつ代わりとして食べられてしまうことを危惧して、あえて味を落として作られているという面白い特徴を持っていたのだが、高温対策の結果仕上がりが恐ろしく硬くなってしまったため、味を確かめる前に歯を痛める兵士が続出し、
ヒトラーの秘密兵器というありがたくない呼び名がついてしまった。軽レーション、空挺隊員やオートバイ伝令など高い機動力を誇る代わりに、あまり持ち物を持てない兵士のために開発された軽量レーションで、シリアルバーやビスケットが主体となり、缶詰は一つのみとなっている。軽レーションは朝食、昼食、夕食の3種類に分かれ、熱量は合計で2830キロカロリーある。昼食には市販のチョコレートバーが入っているが、支給する場所が熱帯の場合は市販品ではなく D レーションが入れられた。軽レーションは一般の部隊にも広く支給され、評判は概ね良好だった。余談になるが、現在では世代と性別の区別なくファッションの定番になったミリタリーパンツのカーゴポケットは C レーションや K レーションを携行するために取り付けられたと言われており、実際支給品のパンツにはレーションのパッケージがぴったり収まるサイズのカーゴポケットを備えたものがいくつかある。 A、B、C、D と続いたレーションのアルファベットが K に飛ぶのは違和感があるが、このレーションの開発に携わったアンセル・キース教授に敬意を表し、キースの K が選ばれたと言われている。 E レーション、 C レーションと同じく缶詰を中心としたレーションで、従来の主食だったビスケットまたはクラッカーの缶に代わってパンの缶が採用され、新たにフルーツの缶も加えられている。このレーションは C レーションと K レーションの両方の役目を果たすものとして高い期待がかけられていたのだが、肝心のパンの味が芳しくなかったために少数の運用にとどまった。 C レーションをめぐるドラマ、ベトナム編。 C レーションが実戦でどのように食べられていたのか、兵士たちは C レーションにどのような思いを寄せていたのか、このレーションが最も活躍したベトナム戦争に焦点を当てて考察します。ベトナム戦争時の缶詰式レーションは採用当初の C レーションとは異なり、一食ごとに個包装され、ミールコンバットインディビジュアル、つまり個人用戦闘糧食という新しい正式名称があったのだが、メニューや調理法に変化がなかったため相変わらず C レーションと呼ばれていた。ベトナムでの戦いはゲリラ戦が主体となったため、食事をのんびり楽しむ暇はほとんどなく、多くの兵士が缶詰のレーションを加熱しないまま直接かき込む羽目に陥った。油が固まったままの缶詰をまともな味に近づけるため、あるいは飽きが来てしまった味を消すためにチリソースを大量にかけるのが兵士の間で流行し、一部の部隊では行軍中に腹を下してこそ一人前という奇妙な言い習わしがあった。メニューは基本的には12種類だが、M ユニットと呼ばれるメインディッシュがさらに細かく分かれており、その味が兵士たちに吟味される中で、ハムとライマビーンズはほとんどの兵士に敬遠され、ハムとマザーフッカーという下品極まる呼び名が生まれた。また、付属品のピーナッツバターも、従軍した兵士によると、まるで粘土のような味がしたとのことで、どうしても口にしなければならないときは、飲み物用のココアパウダーと混ぜてキャンディーにしていたらしい。兵士たちの間で特に人気があったのはフルーツ缶のピーチとチョコレートクラッカーで、食べるのが楽な上に甘いため疲れがすぐに抜けたという。そしてこれは膨大な物量を誇るアメリカ軍としては信じられないことなのだが、ベトナムでは缶詰を温める固形燃料と小型コンロがほとんど支給されず、運よくゆっくり食事できる機会に恵まれた兵士は空き缶で代用コンロを作り、気をつけないとうっかり食べてしまうピーナッツバターやプラスチック爆弾のかけらを燃やして缶を温めていた。ベトナムで缶詰を食べた時には必ず守らなければならないルールがあり、食べ終わった缶はコンロにするのでなければ必ず潰してから捨てなければならなかった。さもないと敵が空き缶をリサイクルして手榴弾や地雷を作り、こちらに損害をもたらしてしまうのだ。いろいろと手間がかかる缶詰式レーションはベトナムではとても歓迎されたとは言えないが、払い下げ品を食べた経験を持つあるミリタリーコレクターによると、どのメニューも十分美味しかったという。アメリカ軍最大の発明品 P38 缶オープナー。缶詰を食べるには缶切りが必要なのは言うまでもないが、アメリカ軍が C レーション用として開発した缶オープナーは単なる缶切り以上の存在で、アメリカ軍最大の発明品という声もある。
というのもこの缶オープナーは全長38mm、重量 4g と非常に小さく軽量ながら恐ろしく丈夫で、1942年の採用からおよそ40年にわたってその姿を変えることのないまま兵士の食事を支え続けた。1950年代には P38 よりやや大きい P51 缶オープナーが登場し、 P38 が多くの場合ドッグタグのチェーンに通して携行されたのに対して P51 は食堂などに置かれていることが多く、 P38 ほど馴染み深い存在とはならなかった。2つの缶切りがなぜそのような名称となったのかは未だにはっきりした答えがないのだが、 P38 と P51 のどちらも傑作戦闘機の名称に用いられており、それにあやかったのではないかという意見がある。